アリスの行く手に影が揺らいでいる。ふわりふわりと、まるで世界にとどまることをためらうかのように現れては消える。その瞳には何も映っていない。その口は何の音も出ていない。疑心と暗鬼は騒ぐ。あれはゴースト、この世界に未練を残す悪霊だ。刀を抜く同類だ。あのナイトメアと私は。アリスは唇を強く噛みしめた。うるさ、言われるまでもない。この勝利は彼のために。亡霊の叫びが空間を支配する。引き裂かれる音は痛みか、それとも怒りか。助けて、助けて、助けて、助けて。届かない声は誰の祈りだろう。助けて、助けて、助けて、助けて。一気に決める。
私は戦い続ける。私が手に入れたいものと私が失うものは同じ価値があるのだろうか。みんな大丈夫？一気に決める。本当は逃げ出したい、吐き出しそうになるその言葉を無理やり飲み込んだ。この勝利は彼のため。傷口から泥のような血が流れる。まだ生きている証。まだ戦わなくてはいけない現実。虫みたいにすりつぶしてやる。この勝利は彼のために。もう
私たちにすがれる希望はない。一気に決める。分かっていたはずだ。知っていたはずだ。こうやって苦しむこと。誰も彼もが目をそらしていた。
この私も同じだ。倒した相手に同情などしない。ゴーストは叫び出した。はじめはただ耳障りな音を出しているだけだったが、次第にその音は言葉へと形を変えてゆく。怖いよ、助けて、ママ。行き場をなくして泣いていた。呆然とするアリスに暗鬼がささやく。倒さないと終わりませんよ。アリスは知る。もう逃げ場などないということを。この勝利は彼のために。知ってしまった。ナイトメアにも自我があることを。殺してしまった。罪なき存在であったのに。人形たちの声がライブラリ空間に響く。でも殺さないと。そうです。ここはそういう世界ですから。覚悟はできてますか？勇気はありますか？アリスは答えず、素早く刀を振るった。床に叩きつけられた血が一筋の線となり、彼女の行く先を示していた。